すごい方ですよね。ねえねえ、みんな見てるだけでもね楽しすぎた、はい、ではすいません、ちょっと準備ができました。中尾さんお願いします。私がプレイしていた 2D だ。まあ、なんか画質が上がってるように。どうですか中村さん、 3DS の時の 2D とこれテレビいっぱいにドット広がってるの。そうなんですよね、意外と新鮮ですよね。新鮮ですよね。確かにあの 3DS はその、ね、外部出力がないからやっぱり 3DS の状態でしかできないんで、はいはいはい、意外とこの引き伸ばした状態では見たことがないから、うん、いいですね、うん、そう自然ですよね。あ、じゃあちょっとですね、そのまま下に行っていただきますか。あ、出る、出れますね。で、はい、でちょっと、まあ、歩いていただいて、うん、まあ、右下の、あ、右下の方かな、右下に行きますか、はい、右下に、右下、お、あれ戦闘入っちゃった。いいんですか、戦闘しちゃっていいのかな。戦っちゃっていいんですか。はい、つけちゃってください。まあ、こんなもんは戦わないで。いやー、効果音がやっぱ違うのがいいですよね。ちゃんとね、2D モードは 2D モデオの S4 みたいスーパーファミコンっぽい、ね、音を思い出しますね。街っぽいものが、あ、ここです。こっちが、はいはいはい、いやーちょっと、あー好き、あ、仲間かよ、な感じですね。ここはあのホムラのサウンドです。あ、ホムラだ。ちゃんとね、ジパングのね、BGM が流れてる、ね、懐かしいよね、3D のね。懐かしい3の。どうでしょう中村さん、あの 2D で何か気になることとかあったりしますか。これ、はい、3DS 版だと結構それ独自のクエストがあったじゃないですか、はいはいはい、すれ違いとかの、すれ違い通信ありましたね。あれ、これ確かにすれ違いスイッチ持ち歩くんですか。そうですないでしょ、その機能ないでしょスイッチ持ち歩くってなかなか。え、じゃあそれはスイッチ持ち歩くって任天堂さんが持ち歩くって持ち歩くのは持ち歩く。すれ違い通信はね確かにないんですけれど、うん、あのそれで遊べなくなってしまうっていうのはあのねやっぱりダメかなと思ったところもあったので、うんうんうん、あの過去作クエストという開発では、冒険者の世界ですかね、うん、ゲームの中では、こちらの仕様は今回のゲームの中にも一応搭載しますしたが、はい、がそのままだと芸がないので、あ、ダメ、あ、はい、ダメダメダメ出ました。女子風呂行こう、女子風呂なんかいや、これ違うの、星見なんかね、どうもギリギリくせんだギリギリか行っちゃダメ。今のなんかね、苦笑いしてた、すごい、うん、さっき、そう、人村人と話したらちょっとちょっと いらんことを気づかんがいいですよ。あーっと、おっ、おっと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 、おやおやおや、あれ、おや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 、ざわざわざわ、